ロサンゼルス・ドジャースの打線においても、大谷翔平選手に対する四球が目立ち始めている。ナックルボーラーのボルドロンとの対戦で2打席連続で四球を選び、相手からの明白な勝負回避が見られた。第1打席で見せた堅実な選球眼に続き、第2打席でもナックルボールを見極め、しっかりと四球を選んでいる。相手チームは、大谷選手のバッティング能力を警戒しており、積極的に勝負を避ける場面が増えている。このように、彼がドジャース打線の中でも特別な扱いを受けることは、彼の打撃に対する恐れを示していると言えるだろう。相手ピッチャーが彼との直接対決を避け、四球での出塁を許している状況は、大谷選手から見れば勝負を避けられていると感じるかもしれないが、これは彼の選球眼の高さと、相手に与える圧倒的な影響力の証でもある。やっぱり、ベッツとフリーマンが上がってこないとこうなるんか。今の大谷は止められないからな。でも4月でこれやと6月やばいぞ。あのナックル厳しいな。勝負してくれ。ナックルボールなかなか厄介やな。出塁率アップはええけど、四球は OPS2 の扱いなので、OPS は上昇するんよな。とてつもない出塁率になってるな。大谷さんいつの間にかベッツより打率高くなってるし、そら勝負せんわ。四球ばっかりで大谷の本塁打見れんのがもどかしいわ。ナックルボーラーにさえ敬遠される大谷。大谷相手に四球で済ませようとするの、もう見飽きたわ。真剣勝負が見たいわ。相手ピッチャー、大谷にビビりすぎやろ。大谷の四球選ぶ姿勢もええけど、勝負してくれないと野球の醍醐味半減やで。四球多いと大谷のバッティング見れんからな。ピッチャーもっと攻めてくれ。大谷がバッターボックスに立つたびに、ピッチャーが色を失うのはもう勘弁してくれ。じゃあ勝負せえよ。これまた去年みたいになっていくんかな。エンゼルスの二の舞だけは勘弁な。